3、2、1、0。3月の7日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます。店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってまーす。今日も昆布でーす。3月の7日、今日は消防記念日だそうです。ところで、消防といえば、元気が出ないとき、それは、しょぼーん。アブが飛んできた、バチーンはダメよ。それは、殺傷防止ーン。そんなことは、どうでもいいのですが、今日も頑張ってまいりまーす。届けるイカナゴの釘に入荷してます。イカナゴの釘には任せください。トマトと乾燥塩昆布、とっても相性がいいのを知ってましたか？トマトの間に乾燥塩昆布を挟んで、よーくよーくなじませます。塩昆布が柔らかくなってきたら、あとはトマトと一緒に食べるだけ。最高に相性がいいです。お酒のつまみにぴったし。店長まっちゃん、仕事楽しんでると思うんやけど、それほんまに仕事なんかって思う時も時々あります。